子ども地方雇用この3つの元気を取り戻すために我々は困難から逃げません社会保障税一体改革は震災の前から待ったなしの課題ですどうしてもやり遂げなければなりませんこれは今の日本の危機を乗り越え子どもたちの未来を確保し国力と民力を 蘇らせるためのの第一歩なのであります大事なことは、今日できることは今日、今できることは今、きちんとやっていくことです。一歩一歩、一日一日、一つ一つ、その積み重ねが確かな明日につながっていく。そんな ひたむきな努力の末に、今日より明日が良くなるという社会を取り戻したいと思います。